ランカスター公は、イングランドの公尺位。王族である、ランカスター家と密接に結びついており、現在はイングランド王位保持者の称号の一つとなっている。ヘンリー三世の子、エドモンド・クラウチバックの子孫である、ランカスター家は、ランカスター博の爵位を保持していたが、エドワード三世から、ヘンリー・オブ・グロスモントが、ランカスター公に助せられた。 ヘンリー・オブ・グロスモントが1361年に死亡したことで一旦中絶したが、娘ブランシュの夫で、エドワード3世の息子でもある、ジョン・オブ・ゴントが、翌1362年に新設された、ランカスター公となり、彼の子孫は、ランカスター家と呼ばれることとなった。また、ジョンは、妻の権利で、ダービー博、リンカーン博、レスター博も兼ねた。 1399年、ジョンとブランシュの子であるヘンリー・ボリングブルックはヘンリー4世として即位し、同盟の息子ヘンリーへ、プリンス・オブ・ウェールズと共に、ランカスター公位を与えた。その後彼が、ヘンリー5世として即位して、以降は大いに伴う称号となった。法治として、ランカスター公領を保有し、ランカシャーを中心に、周辺地域に分布する。現在は、 イギリス王の財産を管理するクラウンエステートの管理地となっている。また、イギリスの内閣にはランカスター公領大臣が存在する。現在の称号保持者はエリザベス2世である。以降は、ノルマンディー皇、マン・シマ領主等とともにイングランド王と共に継承される称号の一つとなっている。イギリス君主一覧を参照。ありがとうございます。